あれってラーメン屋なの？ファミレスじゃないのこれ？なんだこれ？ジョニーズだよね。そうだよね。ラーメン屋か。これファミレスでしょ？ファミレスの居抜きみたいなもんだ。なんかそれはちょっとリアルだよな。はい、どうも皆さん、こんにちは。ジャオリンゴと言います。だいぶ前、サブノーティカの途中ぐらいに上げたゲームですけど、スミレのツタっていうのをね、遊んでいきたいと思います。今日2回目ですね。じゃあ神社を探すってところから。ちょっと最近ね、投稿が途絶えてしまって申し訳なかったです。単純に忙しかったのと、日常のね、生活の仕方を間違えてね、なんでしょうか、実況の仕方を忘れてしまったんで、その感覚を取り戻すのタイミングがなかったんですけど、やっと戻ってきた感じですね。はい。なんかね、生活リズムを一回土日が忙しすぎた時期があって、それをやってしまうとね、平日も崩れていくんですよ、僕は。そんなことをしてたら、前までどうやって実況をやってたのか思い出せなくなったので、大変でした。はい。じゃあ、神社に行きます。前の話の流れは、前の動画を見ていただければと思うんですが、僕も結構忘れてます。はい。これは神社じゃないよ。鳥居ってのよ。そうだな。なんかさ、小学生ぐらいの時はね、神社とお寺の違いをあんまり意識しなかった気がする。まあ、かなり違いますけどね。はい。まあ、こういった時期だからあれなんですけど、寺巡りとかしてみたいなと思ってた頃はあったな。水曜どうでしょうとか好きだった頃。はい。神社です。さっき神社とお寺って違いますよねって言ったせいか、お寺ですって言いそうになった。カラスかな。先にお清めしないと。あー、これね。うん。お清めした。うん。よし。今年1回だけね、北海道神宮行ってきたわ。確か3月2月ぐらいだった気がするんだけどさ、初詣ずらしてもう大丈夫だよっていうニュースを聞いて、じゃあ2月ぐらいに行こうと思って行った。はい。お前のばあちゃんはもうこの世界にはおらぬ。分かったら去れ。事情は知ってるような。それが答えか。うん、こやつらの瞳をかわせるかな。カラスの目を盗みながら神社に向かおう。行きましょうか。主人公が意外と遅いんだよな。あ、しまった。ん？あ、これでワンエリア終了か。ちょっと近づいていっていいのか。範囲が分かりにくいんですけど、なんと言えばいいか。左のカラスはどうでもいいのか。先行くか。灰に入った。だるまさんが転んだみたいなものでいいかな。動いてなければ OK みたい。止まれ。はい。お花さんにとびきりの一日を見せなきゃ。あの花はこの世界のものではない。お前もだ。され、お前もだな。ならばまた今見えよう。そう、小さな人間よ。先行きます。会話モーションの後ろから見ると不思議だな。晴れ間が見えました。こっち何？藤の木エリアに行けます。まずは行きましょうか。ちゃんと作法を守ってんのかな。まあゲームとしてのプレイとしてやることはないんですけど。
だからお花さんに素敵な一日を見せてあげてください。はい。あ、びっくりした色が変わりましたね。最高の一日にしたいってお願いしたねと。まずは自分の心に飛び込んで、神社が奏でる音色に耳を傾けて、一日の最後にきっとこうもこの日は二度とない、やりきったって。まあ大体時間も空いたんですけど、やっぱりね、この花がね、ごめんなさい、マイクに手が当たったんだけど、マサマギのキューベイか、それこそアンダーテルのフラービーにしか見えないんだよ。絶対悪い人だよね。近道があるよと。こっちでいいのかな？モード中です。はい、藤の毛エリアに戻ってきました。題名は飛びっきりの一日、藤の木のところに行く。あ、これ一日の目標やっちゃったから、あと何もないやつだな。親友だった知恵のこと、喧嘩してからあれからずっと一人ぼっち。知恵とお腹をなんとかしよう。なんとかする結構パワーワードというかなんとかするって話ですね。新しい友達を作る。はい。家族を一つにしたい。結構一日やるの中でやるにはハードだな。お、マジ好きですって伝えたい。さすがですね、唐突な告白イベントはすみれの空の特権。あ、そうだよね、行きたい場所ね。今日のうちに行かなきゃね。本当にイベント詰めるね。まあこういう意気込みを持ってさ、祝日とかすぐ、あ、休日とか過ごさないとやっぱ人間ダメなのかなと思いますよね。やっぱやることリストとか作るべきかな。やることリストってダサすぎるよな。あのタスクリストっていうのアプリによく初期で入ってるじゃないですか。あれやったりしたことあるけど結局ダメになるんだよな途中から。じゃあ町ですね。これ町どっちって言ってたっけ。東ないんで行きましょうか。カエルさんですね。ハンサム、ハンサムなんだ。知ってる、この森には君のおばあちゃんの力が宿ってる。おばあちゃんすげえな。おつゆがダックダックの美味しい灰を持ってきてくれたらしっかりお礼はするけどよと。大切だってやるか。僕そのうちわかるかもしれないんですけど、梅雨だくの牛丼がいまだにわからないんですよね。これか？あ、違った、お金だ。むしろね、梅雨いらない派なんですよね。梅雨抜きにしてもらうぐらい。前のってなんか店員さんとかのさ、技量で変わっちゃうからさ、難しいんだよね。若干梅雨だけ気味にされて、ちょっと消えそうになったことありますかね、昔。さて、ダックダックのハエは、どこだ。雲ですが、何か、喋ってる。これ、ボイス、勇気青いですから。そこでカエルと話してるような、見てたんだ。うん、枝がどうとかさ。まあ、ハエ取りは俺の方がうまいけど、君のばあちゃんだって知ってるな。もらった。クマさんを捕まえる。
そもそもよくねえか。ふうビビったぜ。あれ？ハエの話は？あ、5位になったらか。ごめんなさい。全然聞いてなかった。じゃあ5から来ます。ふもとには何がある？町か。うん。こっから降りられない。僕に捕まって、マジで。捕まっていいんですか？ん？あ、こうか。いや、怖いでしょ、これ。死ぬでしょ。まあ便利ですね。はい。花札みたいなチャレンジ達成が出たな。街なんだここ。さあ街編が始まりますね。桜文具。おお。スライドばあちゃん。町の文具屋か。お使い。うちの人に荷物を届けてほしいの。お茶おじさんよ。お茶おじさん。この便箋セット、まあ、届けましょうか。結構頼まれが遠くなってきたな。ムジュラの仮面みたいになってきましたね。同時にいろんなことこなせるものなのか。お金を持ってます。カラスのペン、黄金のペン、星のペン。あんま物ないな。ちょっと待って、いやちょっと待って、お金は重要だから、ちょっとまたそのうち。やること増えてきたな。印鑑、ハンコ、ガチャガチャじゃん。しゃあない。まあ、これはやるよね。いや、絶対さ、僕、さっき、ペン買わなきゃったけど、これ5回やって溶かすと思うな。人間ってずるいよね、そういう心理は。でかいでかいでかい。いや、もちろん、そういうでかさじゃないね。人気バンドのロゴだ。へぇ、これ何？日記みたい。あ、ごめんなさい。Y で X か。これか。TOW。へぇ。なんだろう、何の略だろう。よし。お、かわいい。あれ、親友だったの？なんかさ、確かに頭に花つけてるキャラクターって結構創作だといるけど、それについて言及するシーンってあんまないよね。まあ、突っ込まれると弱いよな。すごくダサいわ。よくない流れ。ヨーロッパ用語から帰ったの。こんな街にヨーロッパか。てか家はブティックなのかね。旅は人を成長させる。大学生みたいなこと言ってますね。うん。ケンジ。ほんと役立たず。ボーっていうともう一人しか顔が思い浮かばないんだけど。そのうち会いに行きましょうか。お、お前も一緒にディスレート。いや、そんなことは言えない。あ、ここはちょっと揺さぶっておきますか。あは、はい。とにかく私はもう行く。もし素敵になりたいならママの店を見ていくといいわ。やっぱそういうことなんだな。楽しいことがしたいの。こんなにつまらない会話じゃなくてね。でもいつか、いつか。そうね。他の人とはまともに初めてな、喋ったの初めてな。カラスとかクモとかしか喋ってなくて。親友だったんだよね。親友だった。
これでいいの。回想シーンか。回想シーンじゃないのか。いや、過去編だ。へえ。時間がちょっと経っちゃったからあれだったけど、主人公ってまだ小学生だっけ？ランドセル背負ってるから小学生か。あー。まあ、小中の切り替わりぐらいで、友達との、やたら仲良かった人と、ちょっと間、関係遠くなったりするのはよくある話だよな。仲直りするのか仕返しするのか、どっちにしても今日解析しなきゃ。とまあ、まあこれもね選択制みたいなもんなんですが、そのうちまた。あら、知恵のお母さんか。良心的な価格だな。あら、ひどい。男の子たちのハートに留める髪飾りならあるわと。私の可愛い三つ豆ガールちゃんが待ち伸びてるのを知ってるわね。意外と安い。どうしよっかな。お金がね、まあいいか。買い物しましょう。小さい反転。装備しようぜ。装備できねえ。川のおじさんさんにぴったり。あ、そっか。そういうこともあったよね。郵便屋さんですね。結構朝日早いのか。この形のポストもなくなったような気がするが。自販機ですね。ん？オリグレイラーメン。なになになに？あれって、ラーメン屋なの？ファミレスじゃないのこれ。なんだこれ。ジョニーズだよね。そうだよね。ラーメン屋か。これファミレスでしょ。ファミレスの居抜きみたいなもんな。なんかそれはちょっとリアルだよな。そう、なんか昔地元のね、パワーストーン屋が一回なくなって焼肉屋になって最後ラーメン屋になったみたいな経緯あるんですけど、中の店装、店内のね形が変わってないから不思議なんですよね。ドリンクバーはいかが。ラーメン屋なの？え？なんなのこれ。飲んでいこうかな。お金が足りない。ジョニーズ後で来よう。USA ディナーって書いてないか、あれ。ファミレスラーメンが売りなのか。不思議だな。最近ね、自分がラーメンが別に好きではないっていうことに気づいた。なんかラーメン嫌いな人いないっていうようなことあったけど、好きでもない人はたまにいるよなってことを思い出してる。暗闇、どの街にもある場所か、この人生にもねと。闇が潜む場所。それってもしかして田中邸のこと。田中のこと悪く言うなよ。田中かわいそうだろ。田中邸。なんか田中突然ディスり始めるのやめた方がいいよね、なんかね。急に田中邸出てきたからびっくりしたな、なんか。じゃあ行きましょう。よし。お金は拾っておきます。田中邸、そんなこと言うとめっちゃ見たくなるな。街はこんなもんか。まあ、
ダメじゃん。ジョニーズまた行きたいけど。ケンジがいる。はいはいはい。みんなに優しくて。あと足速いんだろう、どうせな。そんなことはない。隅、へえ。多分。マジお散歩してたらどうして。あの日以来。何してたんだよって聞く割にはケンジも何してんだろうな。雲を見てるのか。なんか言いなよ。ああ、ここで、まあ、こういう方向性もいけるけど、まあ、こういう話で。母さんから隠れている。後で言おうと思ってたんだけど、俺引っ越す。あら。有名な野球クラブに入るんだ。はえー、すっごい。もう戻らない。家ってさ、はいはい。野球で大活躍して奨学金をもらって医者になってチーと結婚する。突然な話をするな。野球はと思ったんだけど。学校の稲もそうだし。ってことは相当野球うまいのかね。違うねと。本当はスニーカー職人やりなくて。自慢の一品よく特製のガラスケースに入れて飾るんだ。素敵だが食ってはいけなさそうな話だな。できればゲームして遊んでいたいよね、ボード一緒にさ。いや本当だよね。バットでボールを打つしかないか。ケンジ君びっくりするよな。オッケー。まあよく話したよな。行きたいとこがあれば僕はビューンって連れてってあげるよと。まあ一日を効率よく過ごすためにはしょうがないよな。あ、突然ファストトラブルの説明になった。面白いね。じゃあ行きます。これで戻れるわけか。うん。ここはちゃんとやろっか。目をつぶってその人を思い浮かべて。回想パートですね。ペットボトルロケットか。ロケットを飛ばしてるって言った。やってみたい。回想の背景の描写は一層綺麗になってる気がするんだけど、すごいな。学校では姿見たけど前とは違う感じがした。
だ小学生ぐらいにしては濃い人生を歩んでんな。さて、遊んでるともう25分ぐらい経ってると思うんで、このイベント終わったら一回切りますが、はい、ここがそういう感じか。更新されましたね。どこでも行ける。はい、よし、じゃあファストトラベルもついたところで今日はここでおしまいにしますが、また続きから撮ります。じゃあご視聴いただきありがとうございました。いろいろやることありますね。光ってるものはね、だいたいお金のパターンが多いんで、ちゃんと回収しておきましょう。あと、頼まれ事とかもたまに行かなきゃなと思ってます。じゃあ、またよかったら見てください。さよなら。